これが北原。 This is 北原。ママハラ、ママハラめっちゃ強いよ。うちのお母さんほんと強いの。だってさ、なんかさ、落ち込んだりとかさ、することもあるじゃん。で、なんかさ、話聞いてほしいみたいな時とかあるじゃないですか。だから、お母さんって言ったん。この間もなんか、なんだったかな、なんか、ちょっと聞いてよって言ったらさ、そんな人の話をめちゃくちゃ送ったんだよ。めちゃくちゃ長文送ったんだけどさ、帰ってきたの。そうなんだ、ニコニコ、頑張って。ニコニコ、マジと思って。なんか、ね、大変だねとかじゃない、頑張って。そうなんだよ。そう、なんかさ、逆に心折れるのよ、ね、こんなに一生懸命なんか自分の思いを書いたのに、そう、頑張ってった。そうか、そうだね、結局なんか笑って頑張るしかないなって思ったの。そう、だから笑顔って無敵ですね。でもマジ、ほんと人の話聞かない、聞かないのよ。聞いてくれない。あ、ママハラ見てると思うよ。ママハラ聞いてる？ほんとに人の話聞かないから、ママちゃんと人の話聞いてね。ほんとにちょっと、まあでもそう、こないだもさ、こないだの放送見たらしくて、あの、見てくれてさ、あの、シーマンの話したんですよね。末柄さんがいいですか、うん、それともあのお魚さんに、なるほど、なりたい、あのシーマンみたいにならないんだったらそのなんかシーマン、そのなんか帰った方がいいんじゃないみたいな、やっぱりシーマンがいいんじゃないって言ってさ、すごい数のさ、人面魚みたいな画像送ってきて、本当に私がさ、あれだけさ長文送ってさ帰ってくるのが、なんかそっか頑張ってね、なのにさ、人面魚の画像めっちゃ送ってくるの。ほんと変な人だよね。お母さん変な人だよ。そうだよ、うちのお母さんほんと変な人なんだよ。ママハラ。そう、そう、私受け継いでると思う。受け継いでるけど、お母さんみたいに人の話はちゃんと聞くから。お母さんみたいに人の話聞かない女じゃない。変輪問題、色の名前プラスパジャマを色が被らないように3つ言ってください。え、おい、わっしょいわっしょいわっしょ。これ全部読んじゃおうかな。やったこれよ。ん？だからさ、中国だと言っちゃった。まあ、一人にさせるからそういうことになるんですよ。そうだ、何やりましたっけ。あ、そうです、後でね、そう、クイズをやりたいんです。あの、お便りをいただいたんですよ。1周年スペシャルだから、その今までの振り返りでクイズを作ってくださった、あの、日北原の方がいらっしゃって。